このブティックの角を曲がって。圭一、あれなのです。それにしても、リカちゃん、シオもひどいところに呼んでくれたな、まったく。圭一、本当に圭一に任せて大丈夫なのですか？ああ、もちろん。とりあえず練習はしてきたけど、リカちゃんも危なくなったらフォローよろしくな。うん、僕には先に教えてくれてもいいと思うのです。内緒にしても意味があるとは思えないのです。正直、俺はまだリカちゃんの言う運命ってやつを信じてない。ねえ、だから見ててくれないか。リカちゃんが思うよりも運命は簡単に変えられるものだって証明してみせるからさ。圭一は僕の言うことをまだ疑っているのですか？いや、違うな。信じてるからこそ変えられるってことを証明したい。別に我慢して受け入れなくても選択肢は山ほどあるってことをな。わかりましたのです。それにシオンだってサトコのことが関係してるとわかれば真剣に話を聞いてくれるはずだぜ。そのことをちゃんと教えておいた方がいいかもな。圭一は知らないと思いますが、 C は目的を一つと決めたらどんな手段を選択することも迷いません。そんな C がもし里子を苦しめた、あるいはこれから苦しめる相手がいると知ったらどうなりますか？きっと間接的なやり方より直接的な手段を選ぶでしょう。もっと確実で一見効率的だと思える一つの選択で。直接的、それって
リナさえいなければ、鉄平さえいなければ、そう考えた先に行き着く結論は、今圭一が思いついたものと同じなのです。そして、不幸を回避するために選んだはずの手段が、さらに別の不幸につながってしまう。リカちゃん？そんな世界があったのです。じゃあ、サトコのことは黙ってるのか？教えてもいいのですが、Cの間違った優しさに火をつけかねない。それだけは、どんなことがあっても絶対にダメなのです。リカちゃん。Cに暴走をさせないことも、今日の話では大事なことなのですよ。いかんいかん。そうだな。とりあえず、俺に任せてくれ。どうも、いらっしゃいませ。マスター。あ、はい。何でしょうか。あれだ、その…はい？スイートなんとかというのは、今日はやっているのか？あ、もちろんやっています。すぐにご用意しますので。最近ずっと食べてなかったんですよね。スイートストロベリーコンポートパフェ。シオン。あ、ケイちゃんにリカちゃんは。お待たせしました。こんにちは、ナモです。僕たちも今来たところなのですよ。なあ、シオン。はい？そちらの、その、なんていうか。ことですよね。ま、私のボディーガードとか思ってもらえればいいです。ボディーガード？
笠井と申します。シオンさんがいつもお世話になっているそうで。私がお世話してあげてるんですよ。そうですよね、ケイちゃん。どうも、はじめまして、ケイチです。どうしました、ケイちゃん。いや、別に。そんなに緊張しないでくださいよ。見た目は怖いけど、いいやつなんですから。そうなんだ。今日は私一人の予定だったんですけどね。図書館に変なやつがいるなぁなんて思ってたら、これがまた偶然ってなわけで、財布代わりに連れてきました。ね、なかなかいい男だと思いませんか？リカちゃまも。みー、スーツの男性は素敵なのです。それにその先に関係があるお話なので、ちょうどよかったのです。その先に関係のある話？そうなのです。電話ではちょっと聞きましたけど、どんな話でしょうね。まあとりあえずスイーツでも楽しみましょう。どうです？意外にいけるでしょう。ここのマスターは見かけによらず、なかなかの腕前なんですよ。おいしいのです、みたー。ほら、笠井も一度くらい食べてみなさいよ。お気持ちはありがたいのですが、今日はシオンさんの付き添いですから。また次回、女性同伴で来た時に試してみますよ。おー、言ってくれますね。笠井が同伴を許すような女の人って、従業員以外でどんな人なんでしょうか。ぜひ見てみたいものですよ。今日はどんなお話なんですか？ああ、それが。え？何ですか、いきなり。その先系列のお店で働く間宮里奈という人のお話なのです。その先系列の店で里奈？知らないなぁ。笠井は？おそらく知っている人物かと。間宮里奈が何か。
系列の店って園崎に上納金を毎月支払ってますよね。え？ケイちゃん？リナがその上納金に手をつけようと計画しています。は？ちょっと待ってください。なんでそんな話ケイちゃんとリカちゃまから。それはそれに上納金に手をつけるって穏やかじゃないですよ。だいたいそのリナって女は何者ですか。マミヤ・リナ、店で名乗っている名前ですが、本名かどうかは。フラワーロードの店の一つで働いてる従業員です。従業員？ああ、でもますますわかんないですよ。どうしてうちの従業員のことをケイちゃんたちが知ってるんです？あ、いや、だから。僕が聞いたのです。え？リカちゃまが？どこで？図書館なのです。なんだか変な人たちとワイワイ楽しそうに話していたのですよ。図書館？うちの従業員が？似合わない。み、とっても場違いだったのです。だからよく目立っていたのです。詳しく聞きましょうか。なるほど、確かに気になる話ではあります。で、私たちにどうしろと。そのリナって女が園崎の上納金を狙えないようにしてくれ。リナが働いているのは園崎系列の店だから、園崎の力を持ってすればリナの動きを封じるくらい簡単だろ。まあそりゃあ、もしそれが無理でも園崎家のシオンには一度話しておいた方がいいかなって。無関係とは言い難いしさ。それを言うならなんでお姉に言わないんです。順序おかしくありませんか。いや、こういうのってシオンの方が詳しそうだからな。え？詳しいってどうしてです。シオンって園崎の系列の店でいろいろバイトしてるって言ってただろ。だからそういう店の実情とか上納金の話とかは逆に詳しいんじゃないかなって。それにシオンならもしかしたらその店で働いてるかもしれないし。その店ってフラワーロードの？私が？って働いてるわけないでしょ。働いたことはないのですか？ない。ケイちゃん、リカちゃま、喧嘩売ってますか？そんなお店で未成年の私が働いたら一発レッドカードですよ。まったく。働きたいと一度頼まれたことはありますがね。時給がいいからと。シャラップ。で、
私のバイトの話はともかく、ケイちゃんたちの目的とか、メリットは？目的？メリット？リナにうちの上納金をくすねさせなければ、ケイちゃんたちにはメリットがあるんでしょ？それは何ですか？ぜひとも聞きたいものですね。それは。だいたい、どうしてケイちゃんたちがそんな話を知っているのか。ケイちゃんたちは、リナって女とどう関係してるのか。その女の動きを封じる目的は何なのか。ことが大きいだけに、それがはっきりしないと、悪いですけど、言う通りには従えませんよ。最近、そのリナって女性の身辺に、おかしなところはありませんか？おかしな、とは？例えば、大して出勤もしていないのに、金遣いが最近とっても荒くなっているとか、見慣れない連中と付き合い始めているようだ、とか。うん。そういう話ならば。葛西、心当たりでもあるんですか？はい。リナは最近、金の貸し借りで同僚とトラブルがあったとかで、店にはあまり顔を出さなくなりました。同僚だけではなく、あちこちで相当借金を作っていたようで、リナの名前を聞いていい顔をする人間はほとんどいません。でもそれだけじゃ。ええ、まあ。ですがクラブの若い衆の何人かと妙につるんだりして、金もないだろうに変だと思っていたところなんです。借金があるのに羽振りがいいってわけね。あともう一つ、図書館で見かけたという話ですが、実は私も聞いておりました。意外だとは思ってましたが、そう聞けばそうか、なるほど。ちょっと葛西、リカちゃまとケイちゃんの言うこと真に受けてるんですか？もしもということがあります。それに上納金においそれと手をつけられては、組としてのメンツもある。あ、すみません、葛西さん。できればそのリナには何もしないでもらいたいんです。何も？それはどういう意味ですか？殺さないでほしい、そういう意味です。え？あのね、ケイちゃん、言ってる意味全然わかんなくなってきてるんですけど。あいにくですが、それはお断りします。そんな三下どもに舐められては、ヤクザ者のメンツが立たない。それなりの報いを受けるのが、この世界の掟というものです。それは分かっています。でも、お願いします。奴らを許すとかじゃなく、このこと自体をなかったことにしてほしいんです。なかったこと？それは無理というものです。そもそも、つまり
リナたちが盗みの実行を最初から諦めれば金も取られずメンツも失われない。そうですよね。まあそれは。で、話の腰を折って申し訳ありませんが、そこで私たちの当然の疑問ってわけです。どうしてケイちゃんたちはそのリナなんて悪徳人を助けてやろうって考えたんですか？リカちゃんに相談を受けてさ、なんとか穏便にことを済ませる方法がないかなって。そうなのです。あまり大ごとにするのは良くないと思ったのですよ。正直そこまで赤の他人をかばい立てする意図が全くわかりません。心象筆伐は仁義の上では当然のルールですよ。そのリナってのは、サトコにひどいことをしていたおじ、鉄平と深い関係にある。はい？それ、どういうことです？リナはその鉄平とつるんでいるのです。北条鉄平が札付きのゴロ付きなのはご存知だと思います。そしてこの沖宮で生活を営んでいます。それで？リナはどうやら鉄平と組んで結婚詐欺を生業にしているようでして。近頃ではリナと組んでの詐欺行為が北条鉄平の唯一の収入源のようですね。要は北条鉄平がリナに生活を依存してるってことか。もしそのリナが金を持ってとんずらしたらどうなる？ん？リナが上納金を持って沖宮の町からとんずらしたら、いや、落とし前つけられて消されても収入源を失った鉄平は即路頭に迷う。家賃だってすぐに払えなくなるし、生活にも困る。まあそうでしょうね。けどそうしたら北条鉄平は雛見沢の家に戻るしかない。そうなったら里子はその鉄平に連れ戻される。その結果どういうことが想像できる？それ、どこのテレビドラマの話ですか？シオン、それはやめてくれ。え？どうしようもないクズだ。殺されても喜ぶ奴はいても悲しむ奴はいないだろう。でも俺たちがそんな最低野郎と関わる必要はない。そんな奴のためにお前のその手を、サトコやお前のためにも汚してもらいたくないんだ。変な言いがかりですね。私がどうしてそんな風に考えたと？俺も考えたからさ、ついさっきな。
たとえ誰かのためって言葉を付け加えても、犯罪は、どこまで行っても犯罪にしかならないと思う。だから、俺たちは正しいやり方で、サトコを幸せにしてやろうぜ。その方が、サトコも喜んでくれるんじゃないかな。もう、ですか。え？何でもないです。それはそうと、どうやってなかったことにするつもりですか？まさかあいつらを説得するとでも？いや、簡単だ。シオン、それと葛西さん、頼みがあります。何でしょうか？園崎組の事務所の鍵、全部取っ替えてください、今日中に。ださいよ。そんなのいきなり言われたって、業者さんの手配だけでも数日はかかりますよ。ああ、だから鍵を変えるっていうよりも、ドアごと変えてくれ。例えば、隣のホームが似た部屋とか、ドアの付け替えなら、日曜大工の延長で可能だろ？いや、まあ、そりゃ数十分もあれば。理由は、例えば、立て付けが悪いから隣と入れ替えて様子を見るってことで。あ、これはもちろん、リナたちには秘密だぜ。ですが、失礼ですが前原さん。連中は、おそらくキーチェーンごと盗み出した可能性があります。一つがダメだったら、他の鍵を試してみるのでは？笠井さん。知ってますか？コピーしたての鍵って、ものすごく回しにくいんですよね。まあ、確かに。つまりこうです。連中は鍵が合わなければ、ひたすら焦る。そして、間違いじゃないかと思って、他の鍵を試してみても、コピーした鍵は引っかかりやすいし、極度の緊張状態だから、手が震えて、違うと勝手に思い込む。そして試行錯誤してるうちに、勝手に解釈する。この鍵全部が違うところの鍵なんじゃないかって。うっそ。そして連中は責任の押し付け合いを始める。で、その日は結局出直しってことで退散。その上で業者を呼んで鍵を取り替えれば全て解決。どうでしょうか？あれ？ケイちゃん、それナイスです。なんかドアを前に孫ついて言い争いしてる連中の顔想像したらめっちゃ笑えますよね、カサイ。はあ、いや、笑い事ではないんですがね。葛西、ここは言う通りにしてみましょう。え？いや、しかし。もう固いこと言わずに、
なんだか面白そうじゃないですか。責任は私が持ちますからね。責任と言われてもシオンさんにどんな。はあ、わかりました。シオンさんがそう言うのでしたら。ケイちゃんのいたずら本当最高ですよ。実際に近くまで見に行きたいくらいです。行ってもいいけど捕まえるなよ。それじゃ話がぶち壊しだ。ありがとうございます。よろしくお願いしますのです。シオ、葛西さん、今日はありがとう。もしものことがあれば、こちらにも不利益が出る話ですので。みー、ありがとうなのです、二人とも。それじゃあ、俺たちはこれで。あ、ケイちゃん、ケイちゃん、ついでだから教えておきます。その鉄平ってやつのこと。ん？さっき帰り際にマスターから聞いたんですが、鉄平とその相方のリナ、最近また大口のカモを見つけたって言っていました。それがどうかしたのか？その相手の名字が竜宮だそうです。ここであれが来るなんて、神様はやっぱり性悪なのでしょうか。